オリアズマ、ブラル、アズマも魔法解けた？セーブにも負けんの？草セーブ相手ならナメプしてええやろでこのざま、ダサすぎんだろ。ああ、さあな行こう。恥ずかしいチームになったな、こんな試合見に行ってるやつの気持ちよ。やばい、今日もブルペンデーや。昨日の平井のクソ系統が響きそうな展開やな。なんで再開みたいな野球してんの？まあアズマあかんけど3回ぐらい投げてもらって、次も交流戦で投げてもらうしかない。下で調整させる余裕ないわ。昨日ブルペン使いすぎやろ、投げれるやつそんなおらんぞ。いいよもう再開で半端な順位で、次は頑張りますってやられてもムカつくだけだわ。どうせ何も積み上がってねえんだから全部ぶっ壊せ。アズマが山本になれるはずもなく。セーブ気持ちよくさせても当てる相手おらんぞ。全然空振り取れない球のキレがないんだろうな。育成って安定感ないよな、宇田川とか西武の水上も。他相手との試合見ていて、西武から得点の匂い全然しなかったのにな。これずるずるいきそうだな、アズマ。ちょっと力入れると全部あさっての方向に飛んでいく。こいつオフに何やってたの？っていうか、前回登板から何やってたの？ご視聴ありがとうございました。